一般的には、男性にしろ女性にしろ、性的な興奮が高まっていく。そして、えー、まあ、次に、高元気とか平坦期というんですけれども、そういう時期があり。そして、やがて、オーガズム期、そして、小体期、これが基本なんですよね。まあ、僕たちは、男性の性反応などを、もっとわかりやすく。興奮、勃起、射精、満足、おしまい、なんていう、こんな、言い方をしますけど。 まあ一般的には男性の性反応っていうのはそれに比べて女性の性反応っていうのは非常に多様な形がありましてね例えば興奮をするそして平坦期オーガズム期というこの意向の中で非常に強いオーガズムを経験する女性もいるそしてストーンと招待。 消えてていってしまう場合もあるしあるいはあーオーガズムに向かうこの過程が、えーまあ、階段状にというか鍵状に、えーまあ、上昇していってそして、えー、落ちていくこういう女性もいればあるいははっきりとしたオーガズムを経験し,しないままあゆらゆらゆらとお性反応が消えていくというこんな女性もいます。こういうい多様なな反反応と単調なあ性反応と調 まあ男性について単調というと語弊もあるかもしれませんけれどもその関係の中で実は素敵なセックスの姿が作られていくわけです、まあ、多くの人に支持されてるわけじゃありませんけれどもこの単調な性を持っている男性の性反応があるがゆえに女性の多様な性反応をですね楽しみたいというこういう男性たちがいることも事実なんですよね。 えー、白いキャンバスを用意しましまょうそして白いキャンバスに、えーまあ、どんな絵を描くかということをベッドインした2人がいいろいろ考えるわけですでこれは想像を超えてというか現実を超えて、えー、女性の性反応が多様であることを、まあ、男性は期待する部分があるわけですけれども「えー、君はどんな絵を描きたいか」と 単調なな性反応しか持てないですね、男性は女性に問いいけると言います。女性は今日は富士山の絵が見たい絵が描きたいしかも日本海の側からなどっていう現実離れした要求をですね、男性に向けるわけですけれども男性としてはその現実離れした絵をその白いキャンバスの中に二人で描いていくということこういうことが実はセックスの醍醐味だと私自身は 考えています。